2024年の8月12日に撮影しています。今日は、京田鍋の畑に来ています。この畑作業しながらふと思ったことがあったんで、その話をお伝えします。コロナについてなんですけど、結局今もコロナの陽性者、感染者と言われてますけど、まあそれが増えてて、会社が休みになったり、仕事自粛でね休む方とかいてて、まあワクチンの接種もまだ進んでますし、やっぱりまだコロナのことって社会的に世間の中で終わってないんやろうなと私は受け止めてます。で、まあいつも言う話なんですけどね、コロナ騒動に疑問持ってた、対策にも問題持ってたっていうね、あと対策はまあ過剰であった、で対策を取りたくない自由というのが集団の中、社会の中で認められてなかった、もう強制という形が作られてて、これって今の住んでる日本に住んでる現代社会に住んでることに、違反してるよね、おかしいよね。自分たちの、感染症対策を選ぶ自由っていうのはあったし、その意見を主張して認めてもらうことも本当は必要やったのにということで、まあ、抗議だったりね、運動を行ってるわけなんですけど、そこで、出会った人たちについてなんですけど、よく仲間仲間って言われてたんですよね、自分たち仲間仲間って、同調者に対して。で、何が仲間なんやろなと思ってて、今日なんか畑作業しながらふと思ったんですけど、一緒に集まれたら仲間なんやなっていうことをねやっぱり感じました。その仲間っていう言葉の意味と使い方に疑問をずっと持ってて、今日腑に落ちたことがあったんで、まあこうやって動画にして話してます。私たち仲間やんな、俺たち仲間やんな、僕ら仲間やんなとか、自分らで言い合ったりもすればね、自分たち集団対世間なのか、どっか行った出先のところでこっちには仲間がいるんですとかいう話とかをしてって、その単語がどうもすごいいつも引っかかってて気になってて、私は使ってこなかったんですよね、仲間っていう言葉を。で、まあ今日作業しててふと思ったんですけど、仲間仲間言ってた人たちってなんで仲間って言ってたのかなと思ったら、やっぱ集まりたかった、集まれる間柄を仲間って言ってたんやろうなって改めて腑に落ちたんですよね。そっかみたいな。で、さっきの最初の説明の話じゃないですけど、やっぱまだコロナって続いてて、コロナの対策だったり、私はその対策がおかしいと思ってるんで、取る必要がない、で取る必要がない自由が認められてないっていう、今でこそ5類に落ちてこの今年入ってから随分自由だね自由だねっていう、対策取る取らない自由だね自由だねって言われてますけど、いやそもそも最初から自由なんですよっていう、強制されてたんですよっていう、強制する空気をみんなが作ってたんですよっていう、この私も含めてですけどね、この社会日本はそれおかしかったよね、今もおかしいって言いますよっていうことをまあまあ言ってるんですけど、その時にまあその集まってた仲間っていうことに対しておかしいよねっていう思う人たち、感染症対策取りたくないよねっていう人たちで集まれる場所、間柄があるよね、そこのことを仲間、その人たちの関係性を仲間って言ってたんやなって思いました。で、また話が前後するんですけど、戻るんですけど、私はそのコロナを終わらせようということで、感染症対策を取らない自由も世間に認めてもらう必要がある、で、あとは感染症対策を取らない集まり場所、働き場所、施設、ね、生活空間を作ることが必要だなと思って、まあ、その運動してるんですけど、コロナを終わらせようとか、生活空間を作ろう、感染症対策を取る取らない自由な場所の、雇用先や、ね、居場所を自分らで作ろうって言ってて、そこに集まる人たち、一緒に終わらそうとする人たち、何か場所を作ろうっていう人たちに対して仲間っていう意識は持てたと思うんですけど、そういう人が残念ながらいなくて、仲間っていう言葉が自分の中ではしっくりこなかったんですね。みんなが使う仲間に対して仲間仲間で、何が自分と他の人違うんやろう、で他の人も多分それぞれ違うと思うんですけど、ただそんな深い話もしてなかったら、細かい話も
できなかったし、で、おのおのもあんまりされてないはずやと思うんですけど、単純に集まれたらいいよねっていう間柄やったんやろうなとは思う、後になって思うんですけど、見た時に集まれる間柄のことをやっぱ仲間って使ってたんやなって思って、で、私の場合はコロナを終わらせるとか感染症対策取らない場所を作る、そういう公共施設を作る、働き場所を作る、雇用先を作る、で、それを自分たちで決める自治を作るっていうようなことを、目指してたんで、集まれたらいいよねっていうことを私は目的にしてなかったんで、あの仲間っていう、集まってきて私たち仲間よねって言い合ってる人たちを見て、自分は仲間っていう言葉の使い方が自分にとって違うな、違和感があるなっていうふうに思ってたんですね。なんかまあそれを改めてですけど、今日畑作業してて、あ、そっか、みんなは集まることでよかって、集まる自分たちのことを仲間って言ってたよな、間柄って言ってたよなっていうのが腑に落ちました。で、まあコロナ終わらせようとする人いいひんかったんや、そういう雇用先作ろうとか、場所、公共施設作ろうとか、自治作ろうっていうことって、まあ残念ながら自分以外に同調者っていないんやなっていうのを改めて思って、そう思うと自分が今掲げてたことを目指す必要ないんじゃないかっていう思いがあります。まあ自分が一人で実現するもんじゃなくて、みんなで実現するとか、他の人も同じことを思ってて、そこに取り組んでたら実現できることですけど、誰もね、雇用先作ろう、居場所を作ろう、公共施設作ろう、でそれを自分たちで維持管理できる自治を作ろうと言うけど、やろうとしなかった、で自分がそれ必要ですよって 2,3 年訴え続けたけど伝わらなかったと考えると、自分の言ってるってこと、コロナ終わらせようとか自分らで作ろうということは必要ないんじゃないかなっていうふうに考えてます。まあもっと長期的なプランで2030年までって伝えてますけど、もっともっと先のことを考えて2050年2060年とかに、そういうきっかけだけでもできたらいいのかなって思いながら、うちに秘めながら少しずつ少しずつ毎日行動していくのか、もう全然違う生き方をするのか、考えてもいいんじゃないかなっていうふうに思いました。これはもう答えのない、まとめのない、動画投稿です。単純に仲間っていう言葉の使い方が自分と他の人たちとで違ったっていうことに対してのその先の話なんで、まあ自分の目指していくこと、自分たちと思ってたり、自分たち集団になっていくんだって思いながら取り組もうと思ったけど、今の社会は集団にならなくていい、個人対企業の付き合いができてたらいい社会、そっちの方が人と人が関わり合ったり何か取り組むより、人と企業がの関係づくりで、企業から用意してもらうで、人はお金を払うだけの関係がすごい楽なんだろうなっていうのを思うんです。みんなそっちに行っちゃうんだろうなっていうふうに感じてます。まあその中でね、コロナとは関係なく、その企業対自分っていうことを見つめ直して、企業との付き合い方考えようってされてる方はたくさんいると思います。まあ私もその一人に今度これからなっていくんかなというふうに思います。集団になれないんやとしたら、個人として何ができるかって考えたら、ね、コロナを引き起こしたのはグローバル企業だとか、グローバル企業が用意する社会環境、生活空間で感染症対策が、施行されてた、なのでその場所に入らないようにしようと思うと企業と付き合わない、だから自分で作る必要があるというところに集中して、まあ世間の人がよく言う自給自足みたいな話ですけど、そこの自給自足の取り組みをもっと進めていくことになるかなと思います。はい、長くなりましたが、まとめのない話ですが、これが響く方がいたらすごい嬉しい。仲間っていう言葉の使い方なのか、使い方か、もしくは自治とか雇用先とか経済も多いし、あと居場所、公共施設も自分たちで作ろう、その自治を大事にしようということ、ね、響いた、やってるんだという方いたらぜひ教えてください。北海道から沖縄まで会いに行きたいと思います。自分はもうこういうことやってるわ、だこうそういう方いたらまたご紹介ください。
うん、でこれ見てて、あ、同感するとか共感するって方いたらぜひね教えてほしいです。会いにも来てほしいです。私連絡いただけたら私が会いに行くこともするのでさせていただくんで、ということで、はい、久しぶりに自分の話をしました。なのでまあ仲間っていう言葉の話からですけど、この秋冬からは、ね、自分で作れるもんもうちょっと増やして、食べ物以外のこともそうですけど増やして、大企業との今の社会との付き合い方を考えていこうと思ってます。でそれをまあね若い人たちに少しでも長く見せれたらいいなと思います。まあその代わりめっちゃ変わりもんやなって言われちゃう、世間と反したことをやっちゃうんでね、パッと見一見見ても尊敬はされへんし共感もされへんよな、今の世間に馴染んでる人たち、若い人たちからしたらなんですけど、そうやって世間にもうなびかないとか世間との付き合い方考えてる人がいるんだっていうね、大人が増えていったらいいなと思います。世間にこのままついてったり社会にこのままついてったり、グローバル企業が用意するこの今の快適な空間の中で過ごしていったら、自分たち人間の未来はないと感じてます。快適だけが用意されてるんで、ね、何もできない、思考もできない、自分人間になってると思うんで、まあ、それが危険だと思って、こういうことを伝えたり、楽しそうに運動してます、はい、実際そうやってね抗ったり挑戦したりすること楽しんでますっていう中で、はい、今日の動画投稿は以上です。ありがとうございました。